シコンと同じ酒蔵なんだ。おお。ちょっと酸味がちゃんとあって、バランスがいい。ジコンが飲みたい。レアな日本酒、ガバガバ飲みたい。はい、じゃあ本日紹介するのはこちら、高砂松食いずる純米大吟醸となっております。こちらがね、ジコンで有名な木屋庄酒造さんの三重県産のやつですね。ごめんなさいね。で、まあ、精米部合は 45% のお酒ですね。こちら1本3300円市場価格となっております。ということで高砂さん一回まず飲んでみちゃうことになるんですけども、ありがとう、お願いします、まあ、ね、あのジコンのっていうね、皆さんジコンと同じ酒蔵なんだ。そうらしいっすよ。ジコンの前にこれを作ってたらしいんですけど、やたらとジコンが売れちゃったがゆえに、じゃあジコンをメインにして高砂はちょっとベンチにって感じで引っ込まれちゃったみたいっすよ。高砂は、うん、聞いたことがなかった。高砂酒造さんの方も俺は思い浮かべちゃうけど、うん、違うんだ、お酒の名前の高砂なんだね、うん、いい匂い、あ、面白い、甘い、あ、うまっ。これね、さっき結構好きなやつ、うん、これ好きなやつでもちょっと甘め、ちょっと酸味がちゃんとあって、うん、しっかり酸味がある。おお、なんだろう、ヨーグルトみたいな。あー、うん、はい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 、確かに分かるな、うん、それぐらいの酸味はガッツリ、ね、酸味がっつり甘さもくるから、うん、これいいね、うん、で割と匂いもだいぶ甘めな、でもね、言うほどそんな甘さはね、うんうん、そうなの、うん、入ってこないっていうか、そのお酒はそうね、うん、飲んだ瞬間も 酸味と甘みがほんとちょうど同じくらいのほうに、ん、いい感じでくるね、うん、バランスがいい、うんうん、これ俺が好きやつってことはおかわりが早いかな、これ。おかわりが評価をするために飲んでるから、ね、これも好き嫌いはね、うん、分かれすると分かれる、そうだね、酸味が強いから、うん、そこは人はちょっと、うん、でもこれは全然これ飲みやすいな、うん、飲みやすい。これも多分あれなんだよね、初めての人にはちょっとって感じだけどね。そうだね、初めてはちょっと違うな、王道な美味しい日本酒とはちょっと違うと、うん、そうだね、王道からじゃないけど、でも正統派としてちゃんと美味しいかなっていう評価ができる、うん、そう、変な味ではない、ね、うん、変っていうか、なんか独特な面白い味ではなくて、うん、正統派に近いんだけどもっていう感じ。そうそう、わかる。本当はね、ジコンと飲み比べしたかったんだけどね、あー、ちょっと間に合いませんでした。ジコンが飲みたい。そう、飲み比べできたらちょっと面白かった、うん、面白かったね、今回ね、セッキーにお願いされてのジコンだったからね。そう、今回はジコン、本当飲みたい。レビューもしたいし、飲み会で普通に気にせずガバガバ飲みたいっていう思いがあったからリクエストしたっていうか、これも美味しいよ。うん、あ、そう、最近酒屋し自分で調べて行って買ったりとかもするようになったんだけど、うん、ジコンってなると抽選販売をしてたりとか、あと見たのは、あの職場近くの酒屋で、あの定期便みたいな形で毎月2本お、うん、あのあ、おすすめ酒限定で、あの定期的にお届けしますよって中に、半年に1回ジコンが入ってますみたいな、うん、やっぱ抽選販売なんだけど、そういう販売方法ってすごい工夫してるんだよね、レアな部分、うん、どう、そうだからちょっと申し込もうかなって思ったけど思ったらもうそこ売り切れになっちゃってて、なかなか買いたいのに買えないなって思ってるから、もうカズマお願いだから自分用意してって感じなんだけど。そうだ、カズマに頼むからなんとかなるだろうって感じなので、俺らは来月お持ちします、お願いします。じゃあまず香りからなんですけども、香りはそうだね、いい香りだったなっていうところかな、うん、2.5 標準で見てちょっと多いかなって思うくらいの方は 2.5、うん、2.5、うん、カズマはどうしよう、俺も 2.5、うん、まあ5点、うん、まあぼちぼちかな、うんうん、じゃあ続いて味 3.5。 おお、早い。美味しかった、はい、美味しかった、美味しかった、最初からね、これセッキ好きな味だよってカズマが言って飲んで、うん、うまい、うまい、うまかった、ほんとうまかった。俺、あ、俺は3点、でもそれでも高い、6.5 だから全然高い。で最後コスパなんですけど、これ1本3300円市場、うん、
まあ、ぼちぼち、まあ、ちょっと、まあ、どうだろうって、一緒にやっては感じはするけど、まあ、ぼちぼちかなっていうところを。まあ、ましてね、ちょっと、ジコンっていう、ちょっとね、ブランドのある酒蔵のお酒ってなると、まあ、ちょっとね、見方も変わってくるのかなってところはあるけど、うん、どうしたら。まあ、ジコン好きな人は飲んでみてもいいかもね。ああ、まあ、そもそもそのジコンとどんなの違いがあるかっていう。そう。コスパ的なところで言うと、まあまあ悩むところだよね、ここは。悩むところはね。美味しいお酒では確かにある。でも3300円。さあどうでしょうっていうところ。うん、まあ、コスパは普通かなって、しとこうかな。いや、なんか刻めるんだったら本当に8とかかなって思うけど。2.5 わかる、俺も 2.5 5点。美味しいんだよ、美味しいから、あの買うのにためらわないんだよ、3000円だよ全然、うん、だけどコスパいいかどうかって言われたら、まあそうだね、コスパがいいかってなったらね、そうだって、ちょっと、うん、っていう、そういろいろ見てて思うんだけど、やっぱ日本酒1000円2000円以下で買う人がすごい多い、うん、だからコスパ高いってなると、やっぱ2000円台じゃないとコスパいいって、そうだね、ちょっとなかなか言いづらいよ、ね、うん、難しいとこではあるよね。ということで、まあぼちぼちだったんですけど、まあ、香りが5点で味が、3.5 の2.5 3か6.5 か、まあ、味はだいぶ良かった。で、まあ、コスパはまあぼちぼちの 5ということで、まあ、総合評価としてはまあ味は良かったよねっていう感じですね。うん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 って感じだね、これはね。どうでしょう、総合評価も固まってる？行こっかじゃん。うん、じゃあ早速行っちゃう。総合評価どうでしょう、カズマさん。じゃあどうしようかね、こちらのじゃあ高砂固まって総合評価ね2.7 で2.7、まあまあこいつらしいいい具合ではある。そうね、まあ、ちょっと好き嫌いが分かれるかなっていうところ。まあそうだね、ちょっとまあ変わりだねまではいかんけど、うん、変わってるところがあるから。甘口好きで酸味がある、まあだからさ、すっきりしてる方やから、うん、甘口の中でも、そうだね、すっきり甘口ではない、うんうんうん、とか好きな人にはおすすめしやすいかなって、自己向きの人にはおすすめしたいって感じ、ね、あ、そうだね、やっぱ、ね、自己好きだっていう人にはぜひ飲んでほしいかな、うんうん、それから全然こっちも美味しいのは間違いない、うんうん、ということで、ね、酒チャンネルではこうやってね毎回毎回お酒紹介していきますので、皆さん参考にしていただければと思います。まあ、あとはね、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。ではまた次回会いましょう。バイバイ。バイバイ。